もう一部のイルハート王に裏切り者がいるとしか思えないと同時に、何なんだこのシリーズは。とにかくね、ともかくだ、あのクソフライドチキンが来る前に何か対策を考えないと。どうしよう、どうしようどうしよう、そもそもなんでこんなことになったんだ。思い出せ、思い出すんだ。そうだそうだよ、赤坂の第一駐車場で勧誘されてコンパのバーチャル YouTuber になんてなろうとしたのが間違いだったんだ。ちくしょう、おいおいついていった自分を呪う。あの時に戻れれば、もっといい会社の VTuber になって今頃幸せなはず。戻りたい戻りたい。これはあ、すっかり忘れていたけど、これは魔法少女もの？もしかしてこれで過去に、昔に戻れる？どっちにしろここで動かなきゃまたループに戻っちゃうから、よし、やるっきゃない。イルハートの人生を取り返しに行くことができる。よし、さっさとハトが来る前に行くぞ。ほら、なんかさ、前に同じ選択肢にしたらどうせうちのスタッフは同じ話をまたループしますよって言ったじゃん。言ったのに、言ったにもかかわらずこの結果でさ、ほら、なんか逆になんか気を使わせてしまってストーリー動いたじゃん。まあ、なんかちょっとね、なんて言うんでしょう、ここにストーリーの転機が訪れそうだなって思うので、まあいいですけど、まあいいですけどさ、次の選択肢はね、1番イルハート第1回へ、2回イルハートが勧誘された赤坂の第一駐車場、3番原始時代ってあるんですけれども、まあここまで、うん、ここまで見てくれてるね、あなたならきっとわかってると思います。いや、本当にわかってると思いますので、その辺よろしく。バイバイ。